さとみんです。めぐりん TV の撮影会、すごい楽しかったです。分かったのが前日だったんで、すごいびっくりしました。人数はね、少ないっていう感じで、9人だったんですけど、そこで応募者数を聞くの忘れてしまったんですが、とてもね、貴重な体験ができました。秋葉へ着いて、ワンカラのビルの1階がカフェだったので、そこでね、めぐりんジュニア君と待ち合わせをして、時間までそのカフェでいろいろ話していました。彼の、レビューがすごく好きで、ハキハキと喋るのでね、そう とても聞きやすくて、私はファンになったので、彼と会いたいなと思って呼びました。で、ワンカラ、時間になったのでワンカラへ行って、そこで伊藤くんがいてびっくりしましたね。あとはまあ、ライブとかで会ったり、顔なじみの方たちで、みんな、なんか知ってる感じでしたね。で、まあ、空き時間っていうのがありまして、撮影が13時から4時までだったかな？うん。やったんですけども、まあ、好きなね、カラオケをいっぱい歌いまくって、で、なんか、めぐりんさんと対決するって設定だったでしょ？なんか、だから、いつ来るかわからない状態だったので、いっぱい歌いすぎて、声が出ない時に撮影が始まりました。なので、とても悲惨な声になってしまったんですけど、なんとか、めぐりんさんに、勝つことができました。すごい嬉しかったです。唯一も、歌以外は勝てないので、買ってよかったです。現場には、バンディさんとデバチさんがいました。デバチさんはなんか花粉症なのか、くしゃみばっかりしていました。カラオケ中にも、鼻を拭いたりしてとても辛そうでした。お疲れ様でした。で、そこで、台本、このね、セリフの用紙を渡されましたね。多少は違うんですけど、はい。まあ、叩く感じとか、もう全て台本なので。はい。で、最初リハーサルあったんですけど、そこでね、思いっきりパーンってやっちゃってね、リハーサルなのに、本番みたいな感じになっちゃったんで、2回ね、殴ってしまいました。ほんとすいません。いいよいいよって言ってくれたけど、すごい、後悔しています。まず、ではね、撮影の様子をご覧ください。なんか時間があるみたいなので、ワンカラ体験ということで、今一人でワンカラ体験をします。それでは撮影まで一人でカラオケしていきます。一番苦労してたのは、やっぱり一般の客の方がいらっしゃるので、いなくなってから廊下で撮影したりとか、まあ、邪魔にならないような感じで、エレベーターの前で撮影した時も、一般の客の人がいない間にさっと行って様子を伺って待つみたいな、そんな感じでしたね。めぐりんさんとかのやっぱりプロだなと思いました。はい、そんな感じで、またね、そういう撮影とかありましたらぜひ参加したいと思います。このような、貴重な体験をさせていただきました。本当にありがとうございます。次の動画ではいよいよあの人と食事です。お楽しみに。